猛包囲戦は1421年10月から1422年5月にかけてフランス王国とイングランド王国の間で行われた百年戦争の戦いの一つである。イングランドをヘンリー・五世率いるイングランド軍がパリ北東の猛の町を包囲して8ヶ月の工場戦の後に攻略した。勝利したもののヘンリー・五世は当器の陣中で薬病にかかり、 三ヶ月後に病死した。1415年、ヘンリー五世はフランスに上陸して、アジャンクールの戦いで、フランス軍を大敗させた。イングランドと同盟を結ぶブルゴーニュ派はこれに乗じて、パリを掌握し、1417年に再上陸した、イングランド軍は、北部の都市ルーアンを陥落させ、ノルマンディも、イングランドの手に落ちた。国王に忠誠を誓うアルマニャック派と親英の、 ブルゴーニュ派は内戦状態に突入していた。絶望的な戦況の中で、フランスの王太子シャルルは1419年、同盟国のスコットランド王国に助けを求めて援軍を得た。ヘンリー五世は、弟のクラレンス公、トマス・オブランカスターを、フランス中流軍の司令官として残して1421年、初めに帰国するが、同年3月に起きたボージェの戦いで、 イングランド軍は、フランススコットランド連合軍に敗れて、クラレンス港が戦死した。弟の戦死の方を聞いたヘンリー・ゴセイは復讐のために4000の兵を率いて6月にフランスカレーに、再上陸し、イングランドの支配下にあった、パリの支援に急行した。当時パリは、もうドルー、ジョアニーを拠点とするフランスの軍勢に脅かされていた、ため、 ヘンリー5世はこの脅威を排除すべくドルーを攻め落とすと、さらに南進して、バンドーム、ボージャンシーなどの諸都市を攻略し、フランス側の一大拠点であるオルレアンに向かった。しかし補給が十分でなかったため、オルレアンの包囲を三日で解くと、再び北上し、二万以上の兵で猛を包囲した。包囲は1421年10月6日に始まった。地下の削と爆破工作により、 外壁はすぐに崩壊したが、守備隊も粘り強く抵抗した。イングランド軍も工場戦が長引くにつれて犠牲が増え、戦死した数千の中には、名だたる貴族たちも含まれるようになっていった。また、陣中には、薬病が蔓延し、石リや天然痘で死亡する者も,も増えていった。ヘンリー五世も体調を崩したが、落城するまでは陣を離れようとしなかった。 12月、本国から火のキャサリン・オブ・バロアが王子ヘンリーを生んだという知らせが入った。1422年5月10日までに、ようやく、ーの町とフランス軍守備隊は降伏した。しかし、この時点でヘンリー五世は赤里に罹患しており、病状はかなり悪化していた。馬に乗ることもできなくなっていたヘンリー五世は、 運び込まれた先の番ン,ンヌで8月31日に35年の生涯を閉じた。内紛状態に陥っていたフランス側に対して積極的な攻勢を仕掛けたヘンリー5世の死により100年戦争の戦況は再び混沌とし始めた。イングランド王位を継いだヘンリー6世は幼少のため、摂政のベッドフォード工場をブランカスターが貢献し、 戦争を継続した。1423年のクラバンの戦い、1424年のベルヌイユの戦いで、フランス軍は連敗を喫し、1428年からのオルレアン、包囲戦でフランスは窮地に追い込まれる。そこに登場して、戦況を一変させたのが、オルレアンの乙女、ジャンヌダルクだった。ありがとうございます。